どうも村田です。今日はねちょっと簡単に自分の体を身軽に動かすためにはどうしたらいいのか、器用に、動かすにはどうしたらいいのかっていうことについて、こういう風にしたらいいんじゃないっていう自分の考えをね話していきたいなと思います。体操選手って、一般人から見たら結構身軽だなとか、すごい器用なことしてんなっていう風に思うんじゃないかなって思うんですね。でそれなんでかっていうと、当たり前っちゃ当たり前なんですよ。体操選手ってね6種目やるのね。まず1個目は床で、床っていうのはロンダーとバック転とかやるやつだね。ザ・アクロバットの代表みたいなやつ。床、それからアンバー。アンバーっていうのは取っ手があってこうやってくるくる回ったりとかするやつね。それがアンバーで、床アンツリ、釣り場はぶら下がるやつね。輪っかにぶら下がるやつ。で、それから床アンツリ、跳馬は飛び箱だと思っていいですね。でっかい飛び箱。それから平行棒っていうのは、こう、ぼっこが2本あって、それでこうやってね、倒立とかするようなやつですね。で、それから6種目目は鉄棒。鉄棒もぶら下がるんだけども、言わなくてもわかるよね。こういうやつ全部やんなきゃいけないんですよ。一つのアクロバットに限らず、いろんなアクロバットをいろんな種目でやったりとかするんですよね。空中だったらもう一番わかりやすいよね。床でもやるし、それから鉄棒でもやるし、釣り輪でもやるし、平行棒とかでもやるわけですよ。って考えたらね、あらゆる状況でそうやっていろんな技をしていくわけですよ。それはさ、器用になるじゃんっていう話ですよね。つまりですね、いろんな状況でアクロバットやったりとかしたら、応用力とか、身軽な動きできるんじゃないのっていう話なんですね。例えばさ、今これミニトランポリン持ってきたんだけど、例えばね、このミニトランポリンの跳ねる状況でバク転するっていうこととか、あとは別にこれ跳ねなくてもいいよね。高いところからバク転をするっていうやり方とか、あとはこういうね、倒立バーとかを使って、バク転したりとかいろんな技をすると。このね、バーの上に立つんですよ。別に倒立バーとかじゃなくてもいいんだけど、要はね、こう不安定な状態を作るわけですよ、こうやって。で、こういう不安定なとこから、こうやってバク転したりとか、別にね、バク転じゃなくてもいいですよ。この上からハンドスプリングだったりとか、バク宙だったりとか、いろんな技をやったらいいと思うんですけど、要はね、体操選手とか、あるいは体操選手じゃなくても、体を器用に上手に動かせる人たちっていうのは、あらゆる状況でいろんな技をやってるんですよ。なんだったら、遊びでいろんなことを挑戦したりとかもします。例えばね、この上から俺、バク宙できたけど、バク宙半分ひねりいけるかなとか、あとはなんかもう、これ、俺3メートルぐらいあったら、3メートルぐらいの高さから、バク転とかバク宙いけるからやってみようとかね。で、そうするとさ、当然体の使い方上手くならんっていう話ですよね。もうちょっと細かいこと言うんだったら、じゃあ例えば、ここで、マットがあってバク転をしましたと。じゃあここでバク転できた人が、ここで同じようにできるのかって言われると、それは別問題になってくるじゃないですか。なぜなら、ここで、バランスを取りながらバク転をするっていうさ、大きくはね、やり方変わらないけど、専用のやり方がまた出てくるわけじゃないですか。いろんな、状況でいろんな技をやることによって応用力がついてくると。で、そうすると体の使い方も上手くなってくる。つまり器用になってくるから、結果的にこうなんか運動神経がいい人みたいな感じになってくんじゃないっていう話なんですよね。こういうさ、エバーマットとか、ふかふかな状況の上でバク転やってみようかなとか、で、そういう感じで一つの技でも A という状況でもできます、 B という状況でもできます、 C という状況でもできますっていう技がさ、どん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 増えていったら、それはめちゃくちゃ体の使い方がうまい器用な人っていうステータスが出来上がっていきますよね。そうだな、例えばドラクエ、今最近ハマってるからドラクエで言うんだったらメラだとしても、メラゾーマっていろいろあるわけじゃないですか。で、メラ系統だけじゃなくて、イオ、イオラ、イオナズンっていろいろあるけど、ね、ヒャド、ヒャダルコ、ヒャダインとかなんかいろいろあるじゃない。で、そういうのがさ、何セットもできていったら、それも大魔導士、賢者みたいな感じになっていくじゃないですか。そういうイメージだよね。伝わんなかったらごめん。そういう感じですね。そのセットを増やしていくことによって、うわ、なんかこの人すごい体器用に動かせるなとか、運動神経いいなみたいな状況になっていくよねっていう話です。もしよかったら参考にしてみてください。以上、ムロネでした。バイバイ。